少ししゃがんでください。ひひ、今年の怪盗祭も相変わらず賑やかだな。え、何があったの？何か故障したのか？どうしたもんか。誰か戦艦軍に連絡してくれないか。ああ、感謝するよ、お嬢ちゃん。うんうん、大丈夫。師匠がすぐ近くにいるから。ゴミ。親父。今回は私から言おう。ああ。素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。お、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前本気でこれを生業にするつもりか？ああ、分かってるさ。難しいことは
重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断。お前、私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない。まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。そのなんだ、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ、言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。さて、私は行こう。ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。親父、ったく行ってこい。ああ、また後でな。